できたらもう安心。タークスを忘れるな。あ、どこから来るかわからない。気は抜くな。何か気になるかな。やっぱりスラムはなれないな。このまま戦争になっちまうの。この先が5番街スラム。ドキドキ。なんだろう。あ、おい。スパナ。お待たせ。あとで停電してた。私は今、五番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの、兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。スラム安全よね。5番魔航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番魔航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、1番魔航路で使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番魔航路内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、そのご心配なく。こんなことで死んだは揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。いざとなれば俺も戦うぞ。アバランチの奴らありえねえ。魔法が止まったら生活できねえよ。新婚旅行ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店、たまに手伝ってるんだ。エアリス。あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス！みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの。また教会。今度一緒に連れてってよ。おう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも行って。一体どうやってあんなに見つけたんだ。実はコツあるの。彼はボディーガード。家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？
多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。植物には話しかけるといいんだぜ。クラウドはお花好き？考えたことがない。ふーん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな、うん、ま、いいけど。道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。